はい、再度こんばんは、えー。1月19日水曜日午後10時36分を回りました。4、えー、5、5、後のな夜第79回です、えー。今夜もよろしくお願いします。ちょっとね、さっきまでメインパソコンの方でやってたんですけど、ちょっとおかしいですね。昨日あたりからちょっと調子がおかしくなって。 あの画面が止まったりすするんですよね今のネットブックの方でやってますメイン PC の方は有線 LAN なんですがネットブックは無線 LAN でつなげてますまあ終わると無線 LAN の方は音声も途切れませんねまあネットブックの方には何も重たいソフトを貼ってませんしまあこれなんだデルコンピューターの昔の一番最初の頃の ネットブックで、あの、ハードディスクも入ってなくて、えー、SD カードの小さいやつが8ギガぐらいしかないタイプのパソコンなんでね、割と軽く動いてるところですね。まあ、これからネットブックでやった方がいいのかもしれませんね。今日は、えー、っとね、海老の高原に行ってきました。霧島連山の新萌岳が、 約半年ぶりに小噴火をしましてえ、去年の7月10日以来の小噴火だったので、その情報を仕入れて、えー、午前中、新萌岳に行ってまいりました。あの、新萌岳に行ったって、あの、噴火の様子ってわからないんですよね。あの、新燃岳の、えー、新萌岳の南東方向、 あの、風向きによって火山灰の方向違ってくるんで、本当であれば、都の城とかね、向こうの方にいて、まあ、昇噴火の影響、火山灰の降ってる様子とか、そういう様子を取材すべきところを、なぜかね、海老の高原の、えー、新萌岳の近辺の方に、えー、向かいました。あの、 そんなにね、あの、エビのキンとかは火山灰が溜まってるようなことはなかったんですがね、ま、あの、車でエビの高原の頂上まで行けるのかなと心配はありました、まあ。交通情報では遅延規制を行ってますということで、一応遅延は積んでいったんですけどね、恐る恐る小林方面からずっと 海老の高原の方に、えー、登っていきました。もうどんどん登っていくと、旅肩に雪がいっぱい積もっていってるんですよね。ちょうどあの、あの河川道路工事事務所、国土交通省の,の車が何台かいて、あとブルドーザーとかね、えー、雪を処理する方がいらっしゃって、なんとか頂上までというか、あの、海老根高原の上の方まで、 え、遅延をつけずに登ることができました。ただもう頂上というか上に着いたらもう雲が厚くて、からくりだけはもう全く見えません。不動池は池全体が凍ってました。で、雲かなんかわかりませんけども、白くね、あのー、薄いなんか、霧みたいな雲みたいな雪みたいなものが かかっていて、あの、海老の高原全体の様子がもう全く見えない状況でしたね。まあ、結構寒かったですよ。で、一旦その、新萌岳に登っていく登山口、えっ、ー、と、大波の池登山口ってあるんですが、えー、そこのところまで行きました。まあ、ちょっと、 鹿児島県の霧島市側なんですけれど、まあ、雪は少し減っていました。で、案の定、大波の池、登山口の近辺には、登山禁止という看板が立ってましたけど、雪に埋もれてました。多分はね、去年から立ってる看板みたいですね。ただもう登山口は、 あの、新森岳近辺へは登山禁止になっているんですが、その他の地域には、えー、とあ登ってもいいと入ってもいいということなんで、駐車場の方には車が数台止まってましたね。まあ、登山する方もいらっしゃるんでしょうね。はい。もう僕はもう登山なんかできずに、えー、震えながら、えー、撮影をして帰ってきました。途中、 えー、鹿がいましたね。あのー、餌がないのか、何なのかわかりませんけど、結構ね、6頭ぐらいの鹿が、路、え、肩、ー、にいて、木の枝みたいなものを食べたり、まあ、僕の車に寄ってきて、餌がないかというような顔をしてましたね。あの野生の鹿なんですが、とても可愛い顔をしてました。うん 観光の方、あの、普通の日なんで、た水曜日なので、観光の人はいなかったですね。あの、ただバスが止まっていたんで、レストハウスの中で休憩していたのかもしれませんけどね。車は意外と少なかったです。でもそのまま、まあ、寒かったんで、また小林側からずっと降りて、えー、帰ってきました。ねえ。 あの新萌岳という活火山がありますんでね、ちょっと半年に1回ほどこういった噴火を繰り返しているということはちょっと怖いなと、まあ、人間って自然の共有にはどうしようもできませんけれど、防災、ね、あの何かあった場合の対応というのはしっかりとっていかないといけないかなというふうに思います。 で先ほど、えー、今回の雪の海老の高原の様子を、えー、YouTube の方にアップしましたので、えー、どうぞ、えー、ご覧ください。そして明日は、えー、いよいよ、えー、知事が退任します。えー、退任式は、えー、3時過ぎからあるんですが、それまで、まあ、知事が退任する日ということで、 朝からずっと県庁とかね、物産館とかね、まあ、関係するところを撮影してみたいなと思っております。一応、秘書広報課の方にはあの退任式の取材の申し込みをしておりますので、今回ネットメディアも参加 OK ですっていうようなことでしたので、特に問題ないそうなのであの参加します。記者会見についても、 一応、秘書広報課の方に申し込んで、秘書広報課の方から、県政記者クラブの方に伝えるということになってますので、まあ、30分しかないのでね、まあ、知人の退任の挨拶ぐらいでしょうね。その後、えー、県庁の退庁時間が5時15分ですので、その時間帯に、えー、職員とのお別れの会があるそうです。だ 5時半にはすべて終わるのかなと思ってます。ですんで、ちょっと明日はね、ちょっと早起きをして、準備をしていきたいと思います。まあ4年間ってあっという間でしたよね。まあ僕も4年前、まあその頃、えーまあ、2007年か、えー、市民記者始めて1年ぐらい経った頃ですかね。で、知事が 記者クラブをどげんかせんといかんということで、まあ、僕らネットメディアも知事のことを書いたりしてきましたまあねうんと記者クラブが変わったということはないんですけれど昔に比べるとあのオブザーバーで参加できるとかそんなにねあの中央の省庁関係の記者クラブに比べると、まあ、県政記者クラブっていうのはそんなになんか 堅苦しくないというか、ね。問題はないのかなと思うんですけどね。まあ、地方から声を上げていきましょうという岩上さんの答え、答えていかないといけないと思います。うん、ちょっと明日、本当はユーストリームでライブ配信をしたかったんですけど、今回までは YouTube で早めに動画をアップしたいと思います。 噴火というタイトルで今日話をしてますけど、今ね、寒いんですよえ。昨日も言ったように石油ファンヒーターがとうとうね、壊れました。もううんともすんとも言わない状況で、今昔流行ったセラミックヒーターを足元に置いて放送してます。まあ、なんか図鑑即熱というやつ頭は、えー、寒くて足元が暖かいというやつ まあ、そのためにはこのセラミックヒーターがいいのかなと思って逆にファンヒーターがなくてもセラミックヒーターでもいいのかなという気もしてますけどね先ほどもファンヒーターがない状況で原稿を書いたり動画の編集をやったんですけどちょっと、ちょっと寒いかなとっていうぐらいでそんなに風邪ひくようなことはないのであとファンヒーター、セラミックヒーターで我慢しようかなと思ってます はい。ということで、まあ明日、明後日が、河、え、野、ー、新知事の、えー、就任式になるんですが、就任式に関してはちょっと、首都広報課の方には一応お話をしてますが、記者会見に関しては、時間帯が違うんですよね。就任式が午前中に行われて、ちょっと時間が空いて、えー、記者会見が2時からあるんで、まあ記者会見参加できなくても、 午前中の就任式にはちょっと取材をしようかなというふうに思っているところです。はい、今後、新しい知事によって名作権がどう変わっていくのか、これからもね、市民レベルで、市民目線で、県政の様子を見ていきたいと思います。はい、ということで、もう今夜はこの付近で終わりにして、 早く寝たいと思います。それじゃあ、今夜の45品後の夜、この付近で終わりにします。また明日、さようなら、おやすみなさい。